たまに眠れない日があるの対処法。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は北海道の釧路湿原のすぐそばにある鶴居村というところからお届けしています。今日は質問いただきました。みみみんさん、33歳女性。普段朝散歩をしたり運動や寝る前のスマホを控え、基本的には健康体ですが、ごく稀にあまり寝れない日があります。翌日の過ごし方として正しい方法はありますでしょうか。たまに眠れない日があるということですけども、それは誰にでもありますということで、1年365日あったらね、毎日ぐっすり眠れてるという人の方が珍しいと思います。たまに眠れない日があるというのは私もありますね、そういうことはね。なのでたまに眠れない日があるというのは別に普通のことなんじゃないかなというふうに思います。ですから、たまに眠れない日があったとしても、一体どうしたんだろうとか、なんで昨日は眠れなかったんだとか、いちいち心配したりすると気分がマイナスになるだけなので、たまには眠れない日もあるよねぐらいの気構えで考えていくというのがいいんじゃないかなと思いますね。その時の場合、やっていただきたいことというのは、なんで眠れなかったんだろうというような原因を少しね、自分で振り返ってみる。例えばお酒を結構飲んだ日だと眠りが浅くなったりとか、あと寝る前に例えばアニメを見てたり映画見てたりゲームやってたりすると寝れなくなったりとか、そういうことが起きますので、寝れなかった原因っていうのを自分なりに考えてみて、できるだけそこを反省点というかフィードバックして、できるだけそういうこういうことをすると眠れないこともあるよねっていうことを自分で学んでいただくというか、そういうことをできるだけ避けるようにするということで、睡眠の質というものをね、良くしていく、またそういう眠れない日が減らしていくということにつながります。で、眠れない理由というものを考えてみる。前日のだいたい生活習慣、行動というものがその日の睡眠に結びついていきますので、昨日どういう日だったのかなってことを思い出したり、寝る前の 1,2 時間ぐらいの行動というものが睡眠に影響を及ぼしますので、そういったことを振り返るってことは大切かなと思います。翌日どういうふうに過ごせばいいかっていうと、別に普通に過ごせばいいんじゃないのと。次の日眠れれば別にすぐ取り戻せますので、あんまり気にしなくてもいいのかなというふうに思います。寝つきが悪いということで言うと、朝散歩とかをすることによって体内時計のリセットっていうのが行われますので、もし余裕がありましたら朝散歩をして体内時計をリセットすると、その日の夜の寝つきは良くなるということですね。朝太陽の光を浴びてから十数時間後にですね、眠気というのが現れてきますので、朝散歩をすることによって次の日の睡眠を良くするという風になりますので、もし次の日にすることがあればですね、朝散歩したらいいと思います。どうしても本当にほとんど寝れないとか数時間しか寝れないという状態であれば、昼にね、少し仮眠を30分ぐらいするというような方法というのがありますけど、たまに眠れない日があるっていうのは誰でもあることなので、そんなにいちいち心配したり、次の日仮眠を取らなきゃいけないんだみたいな、そこまで考える必要はなく、眠気りゃ寝ればいいし、別に昼間眠気が出ないのであればそれはそれでいいんじゃないかということでね、連続して眠れない日があるというのはよろしくないと思いますけども、たまに眠れない日があるというのは、それは別に何の心配することもなく誰でもあるということなので、そんなに気にしなくていいんじゃないかなと思います。精神科医が教えるストレスフリー超大全、ぜひこの本であなたのストレスフリーを実現してください。全国の書店で絶賛発売中。